そこで起こったことって全部夢だったんだ。よし、決まりだな。よろしくと。そうだろ、分かってる。ここでなら二人で話しな。私はミカ。訳あってこの子に宿、この姿も状態も失われた技術を旧文明のものというのなら、私は途方もない過去にこの星を生きていた。その疑念は当然のこと。頼りになるのもこの時代の背景などは、3年前グラール太陽系を襲った危機。それは私たちの時代にも起こったこと。遥か昔、
旧文明が栄えていた時代、長い長い戦い、私たちはついにシードの元凶であるダークファルスの封印に成功しました。しかしその頃にはすでに、そして旧文明人のに、このままでは星も人も。そこで旧文明人は賭け、まずシードに対する強力な浄化を、次に新たな人の素体を作り上げ、そして旧文明人は新たな計画は実行に移され、旧文明人の精神が眠る場所へ。もうお分かりだと思います。旧文明人によって今このグラールは旧文明人の海、突拍子もない話と、どうかこの忌まわしいこの子は心を閉ざしきっていて、確かに私は旧文明人ですが、私たちは滅ぶべくして滅ん、それにあなたにとってはなぜ縁のない、そしてあのレリクスで、あなたは生きているのでしょうか。あなたの肉体はその時エミリアのつこうして話している。うん、そろそろこの子が、うん、あのさ、ミカ、誰それ、私のこと。あのさ、自己紹介はしたでしょ。私はエミリア、エミリア・パーシバル、ちゃんと覚えてよね。それじゃあ次は毎週、ほらここか。これが仕事先に、そこの端末から、まあ詳しくは後でチェルシーから聞けると思う。つまり基本現場、え、ミカ、何を、は、旧文明人って、あんたどうしたの。さっきから私のおでこばっかりジロジロ見てるけど、何度言えばいいのかな。私はエミリア。ああもう、変な出来事はきっとあれもそれも全部夢よ、夢。あっと、そうだ、私のパートナーカード。ダメだ、な、ごめんごめん、今の冗談。それにして初めての仕事でしょ。うんうん、細かいこと、とにかく私もあんたも無事だ。でさ、そのあんたがいな、それに何よりも、まああれは夢だけど、でもちょっとあんまりキョトンとし、ダメダメ、ストップ。なんてったって私たちはパートナーなんだからね。はい、これからいつでもミッション、リトルウィングの一